あいつ、何だ。能力を遊びに使うな。歩みのどぎもを抜きすぎだろ。遊ぶんだったら帰らせるぞ。はいはいと。お兄さんは怖いね。手伝ってもらってるのにね。挙動がおかしな奴がいました。あなたの力で乗り移って荷物を探ってください。何のために。特殊能力者を守るために。 わかった。ドイツにだ。くそ、時間かけさせんなよ。見失っただろ。ちょっとした実験です。彼に乗り移ってもらえませんか。え、どうして。だからちょっとした実験です。被験者に言う言葉じゃないぞ。被験者は相手です。わかった。ありがとうございます。いや、別に。シシトン。辛さがいいアクセントになるんだ。あなたが食べてくれるならまあいいですけど。 あの二人ってとっても仲良しですね。もしかして付き合ってたり？出会って間もないので、そこまで言っているとは考えにくいですが。でもまあ、見ていて微笑ましいお二人です。やっぱりアユには内緒で、お二人付き合っていたり。それはない。すごいよ、一緒。照れ隠しってやつかな。マジ違う。ほらほら、アユは絶対お似合いだと思うのにな。いえいえ、こいつのようなイケメンで頭脳明晰なやつ、 私とは全然釣り合わないですから。独地だけで、それでもう二度とお互い関わらないと。どうぞ。同じ味だ。くそ。あの人と関わらない約束をしてしまった。はあ？何のことでしょうか。独地だけにとどまらず全部平らげてしまったじゃないですか。うわ、関わる気満々だし、のことも気づいてくれました。そんなに見るのは久々で。 よかったな。はい、あなたの判断は素晴らしかった。なので、お礼を言いたかったんです。ありがとうございます。ああ、では、また明日です。だいぶ忘れてないですよね。ゲット！見て見て見てください。どうした、このウラロゴ。ジエンドというゾウ警備。<笑>まあ、素敵だと思うよ。ですよね。 結局ミーハーなんじゃないか。僕は一度歩みを失った後、自暴自棄になって落ちていった。それを救ってくれたのは、ともり、お前なんだ。未来の話なので覚えはありませんが。いろいろひどい目にあったりしたけど、常にお前は正しかった。ありがとう。それはどういった。父さんに決まってるっしょ。ジエンドの PV を撮るのは夢なんす。だから、私はあなたが立ち直るまで付き添う。 そう決めたんです。歩みの時もそうだった。失ってから気づいちゃ遅いんだ。ともりを絶対に。お前が好きだから。あ？それは何すか？恋とかでしょうか？ああ。全く理解できませんわ。恋に理屈なんて必要あるか！だったら言いましょう。待ってますと。え？すべての能力者を救って、もう一度会えることを。 Look at this bitch's sly face. No wonder he started liking her. あなたは？そうきます。私はですね、あなたの恋人です。見覚えもないのに。傷。これだけは手放せないでいた。ありがとうございます。この下瀬と泣かないで。無理っす、琴坂優くん。